森鈴景は、新末、中華民国の海軍軍人、政治家。北京政府において、国務院総理を務めた人物である。字は、新進、新進む。後輩師匠。家は貧しかったが、兄が、海軍軍人となったことから、森鈴景も同じ道を目指す。1902年、江南水師学堂、第二期が師範を卒業した。 1904年、大福として、当時最大級の戦艦、海天に配属された。後に森は、任務により、後院へ向かう途中、後天の中を盲信しようとした、艦隊流艦優をいさめたものの、聞き入れられなかった。結果、海天は、座礁、沈没している。森自身は、その後も、順調に昇進し、1911年7月には、戦艦。 孔氏の艦隊に任命された。同年10月、武将危機が勃発すると、遠征外の命により森鈴景も、孔氏に乗船して、観光に向かう。ところが、新朝の軍勢が関与を攻略した際における、暴虐な振る舞いを見て、森は清を見限る。そして、領有の夢へと協力して、革命派のための行動を開始する。まず、 海軍島制作鎮護織に働きかけて、これを穏便にゲアさせた。その後、海軍の機器を宣伝して、急行に向かう。これにより森は、革命派から、巡洋艦、海洋艦隊に任命された。森鈴家は、そのまま観光へ戻って新朝との戦いに参戦し、最前線で激闘を繰り広げた。1912年1月には、 北伐艦隊司令由名のもとに配属され、沿海部で革命派の支援に努めている。宴政外が臨時代総統に就任してからは、北京政府に合流した。同年12月に海軍上皇に昇進し、さらに貧乏要塞司令権復権部軍司令代理に任じられた。1913年の二次革命では、海軍総長を劉官優に随従し、 革命派を鎮圧した。しかし、1915年12月の五国戦争では、反援活動を支持する。翌年に、第一艦隊司令林砲役、前海軍総司令理家内信と共に独立を宣言して、五国軍に参加した。遠征外死後、森鈴家は、北京政府に復帰し、1917年8月、第二艦隊司令に昇進した。 第一次世界大戦の際に、北京政府が、連合国参加を表明すると、森は、超高流域のドイツオーストリアの艦船、商船を打破する功績を挙げている。なお、北京政府の派閥では、直令派を支持し、ご配布の軍事活動を、よく支援した。1921年10月、海軍中将に昇進する。翌年の第一次、笹ぐじ戦争でも、 法展派の補給線を寸断する活躍で、直令派の勝利に貢献した。この功績により、海軍総司令に昇進している。しかし、この直後から、暗記派の支援を受けた第一艦隊司令林立商と、森鈴景との対立が激化する。北京政府の資金難による、海軍主幹の不満を林が利用していたこともあって、容易には、決着がつかなかった。 そして1924年9月の第二次、笹久寺家戦争で、直霊派が敗北すると、森は、レアに追い込まれた。林が、海軍総長、洋寿総が、海軍総司令となっている。1925年12月、直霊派が復権し、森鈴景も、海軍総長に起用された。翌年6月、法天派の圧力で、川江行内閣が崩壊すると、 森が海軍総長として代理国務総理に任じられる。しかし森に独自の政治権力はなく法典派の成中を受けるのみであった。同年10月国務総理を辞任している。なおこの間に中国国民党による北伐が進展していたため森は第一艦隊第二艦隊に行動の自由を与え国民革命軍に参加させている。 1927年6月、張作林が、海陸軍大元帥に就任すると、森鈴景は下野した。森本人にこれ以上の参加意欲が乏しかったことに、加え、兵玉賞と交友があったことから小解析らの、猜議を受け、以後、政界にはほとんど関わらなかった。ただ、一時は、復州海軍学校校長や海軍部高等顧問、なども務め、 海外の考察をもとに意見書も作成したりはしている。1933年12月28日、上海で病没。去年60、ありがとうございます。